ていうか、なんでこんなとこにファデュイが集まってるんだ。ミントとスイートフラワーとファデュイがいない場所なんてこの世に存在しないのか。だよな。帽子をなくしちゃった。帽子、帽子。何か探しているのか。帽子、ダメだ、なくすわけにはいかない。もう俺は何も知らないから、帽子を返してくれ。この帽子をお探しでござるか。Tさんの帽子だ、早くよこせ。こいつなんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。うわぁ、でっかい怪物。うん、やめろ。何しやがる。またファデュイか。それはこっちのセリフだぞ。お前たちこの島で何するつもりだ。帽子ちゃんと守るんだ。出ないと兄さんに怒られる。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。まずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうが。そのものはどうしたのでござるか。なんでもない。病気で少し熱があるせいで戯言を言っているだけだ。お前らに説明する義理などない。帰れ。ここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜ。ああ、ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに。いや、なんでもない。チッ、別に教えてもいいが、知ったらもう俺に構うなよ。あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。無人島に来たのはこいつの性能をテストするため、それだけだ。もういいだろ。答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい、泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。もう。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ。それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたくないが、実はチェストがうまくいかなくて、もともと撤退するつもりだったんだ。なんだ、じゃあ早く行けよ。おい、行くぞ。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ、常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ねないために、拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。カズハは思いやりがあるんだな。過保でござるよ。拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。